皆さんこんにちは、ケイパパと申します。今日は丸山変電所跡に来ています。ただいま定期列車の浅間号を撮影しながら今日のメインターゲットを待っているところです。今日の日付は1996年10月1日です。今日はここ碓氷峠に遠路はるばる青森からのお座敷列車ふれあいみちのくが団体専用列車として入るという情報を得まして駆けつけました。ふれあいみちのく号は白地に赤いデザインの美しい塗装が有名ですので、碓氷峠の緑に映える姿と急勾配を全力で登っていく姿を望遠レンズで撮影しようと思います。まず最初に下りの定期浅間号をコスモス畑と絡めて撮影します。続きまして上りの定期浅間号もコスモス畑の中で撮影し構図を再確認しておきます。続きましてお昼頃のメインイベント普通列車と浅間12号のすれ違いをコスモスと絡めて撮影します。いよいよ今日のメインターゲットが来る時間です。下りのふれあいみちのく号が碓氷峠を駆け抜けます。どのような通過シーンになるのでしょうか。
続きまして上りの特急浅間2号、上野行きの篠ノ井駅発車から八代駅到着までの左側車窓風景をご紹介します。工事中の篠ノ井駅や八代駅の長野電鉄線の線路など様々な車窓風景が楽しめます。いやー、今日は美しい塗装の暗い道の区号が全力で薄い峠を登る迫力あるシーンを見られて大変大満足でした。それでは今日もご視聴いただきましてありがとうございました。またの動画でお会いしましょう。ありがとうございました。